カップまであんまり時間ないからね。ゲーセンでも公式大会でもルールは変わらないから安心して。ガンプラバトルシミュレーターは総合戦というシチュエーションがメインになってるの。こうして CPU 制御の敵機体と戦闘するのが基本で、他のチームもフィールドのどこかで戦ってる。フィールドを移動する中で他のチームとエンカウントしたら直接バトルになるんだよ。こないだ君がタイガーと戦った時みたいだね。ゲーセンでプレイしてる時でもどこかのチームとエンカウントすることがあるから気をつけて。やったな。うわ。
敵が出てきたよ。